お金で解決できること多いよね。お金があって幸せになることはないけど、データだからね、ゲームは。ご飯はやっぱその命もあるし。はい、どうもです。こんにちは、さくゆきです。今回の題は月100万稼ぐとできる贅沢5000ということですね。本当はね、皆さんにイメージしてもらいやすくするために月5万稼ぐとできる贅沢ってタイトルを取りたかったんですけど、そんな覚えてねえよと。かなり社長がね、アップしてたからパクろうと思ったんだけど、まこなり社長は500円でできる贅沢って言って、あ、500円か、500円か、500円です。さすがにとって5万にしたけど、5万無理だなって思って100万になったっていう、じゃあ1つ目、コンビニで値札見なくなったね。結構幸福度高いかもね。おにぎりとかでさ、高級おにぎりみたいなのあるじゃん、200円ぐらいのやつ。あれ食べてえなーって思っても、いやーって思ってたの、稼ぐ前はね。コンビニでもポイントカード絶対出すとか、コンビニでコーラ買うと高いからアマゾンで箱買いしたりとか、日々の生活における節約意識みたいなのがなくなったね。値札気にせず生活してても赤字にならない額だったね。ガソリンとかも俺結構節約してたのよ、車だったから。当時やっぱガソリンって高いじゃん。1ヶ月で1万ぐらいガソリン代かかってたから、ブレーキ丁寧に踏んだりとか手にアクセル踏んでガソリン代節約したんだけど、ノールックになった。同じので、高速道路のサービスエリアとかでガソリン高いやん、あれが気にならなくなったな。一旦行けるとこまで行こうみたいな、だるいしって思って行って、ギリギリで入れるみたいな行動ができるようになった。それでいうと高速道路関連で、高速道路に乗るのが苦痛じゃなくなった。金ない頃は高速道路代きついから、下道で行くか頑張るかみたいな考えてたの。当時からバンドマンで大阪まで運転しなきゃいけないとか、島根からね。高速だと5時間だけど、高速つかなかったら10時間とかで10時間運転してたの。だけど今はもう高速バンバン乗れるし、気にしないよね。移動って観点で言うと、新幹線も乗れるし飛行機も乗れるから、日本が小さくなった突然。明日福岡行こうぜが行けるわけやん。昔だって無理やったよ、夜行で東京来てたわ。そういや、うん、俺もそうだった、夜行バス使ってた。新幹線なんていう高級の乗り物乗れへんかったからな。か4ヶ月前とかに飛行機取るか。数ヶ月前だと飛行機1万円とかで、で夜行バス8000円とか。細かい値段の差を見なくなったっていうのが1個目かな。5000やのにもう5個ぐらい出たで。あとエアコン。エアコンな、昔はねエアコン細かく消してたんだけど、もうつけっぱだもん。それで言うと、昔は携帯のプランを7ギガとかのやつにして、ちゃんと Wi-Fi にこまめにつないで容量を節約しててんけど、今はもう無制限30ギガとかにして、通信制限来たなって思ったらノールックで追加してる。早くないと何もできひんから。あとまあタクシー、百貨店タクシー使うね。逆に都内で電車乗ったことある？ほぼない。吉祥寺とかで時間が決まってる予定、遅刻できない系でちょっと遠いとかだったら乗るかも。渋滞はまったら終わるから。逆に青くん、直近でタクシーで行った最大料金とか最大距離ってどれぐらい？直近でしょ？5万ぐらいかな。どこからどこ？千葉のこの先っちょ、館山の方まで。すげえな。こっち5万いかん、3万ぐらいやったな。大阪から滋賀。人生で一番高かったタクシー代は10万ぐらいかな。マジ？岡山から島根。岡山から島根？やば、運転手さん引いたやろ。鳥取じゃなくて島根ですかみたいな。生ハム君が岡山住んでて、島根に帰らなきゃいけなかったの、次の日実習だったから。だけど大雨で動かなくなっちゃったの、特急列車が。だからやばいと思って。その期間コロナやからさ、まあ、県が行ったらあかん時期やん。岡山で動かなくなってよかった、怒られるもんな。あ、違うわ、一回大阪行ったわ、東京から。マジ18万。どう？20万です。あ、惜しいな。逆に20万で行けんねんな。一回やってみる、タクシーで鹿児島から青森まで行ってみた企画。運転手さん最悪だよね。帰りしんどいよ。自分の街に帰んなきゃいけないんだよ。俺らはさ、鹿児島から青森でさ、まあじゃあ帰るかって東京までピューンって飛行機に帰るけどさ。東京でさ、どういうルートで行きますかって聞かれるやん。だから新宿の青くん家からこのコワーキングスペースまで行くときに、鹿児島駅経由でっていう企画やる。鹿児島駅経由でオフィスまで行く。かわいそすぎる。ルートを聞いたお前が悪い。ルート聞かれるの腹立たへんだって。マジさ、あれなんなの、あれさ、絶対でもマニュアルに入ってんじゃん。なんなんだろうね。なんなのな、最短で行ってくるよって話しちゃう。なるはやでって毎回答えるけど、なるはやでって聞いても、このルートとこのルートがありますって聞いてきてさ、でもええわって思う。知らねえよってなるよね。トラブル防止なんだろうね。遠回りしたって後で文句言われないように。逆に最短でじゃなくて最も遠い距離でって言ったらどうなんだろうな。どこまで遠い距離で行ってくれるんだろう。だって地球一周だもんな、本来。そう、本来はね。タクシーで言うても5000円未満ぐらいの距離じゃない、100万で行けるの。まあね、これね、プチ贅沢だけど、傘を持たんでよくなった。最悪傘買えるし、タクシーでドアツードアやから傘いらんくなった。確かに俺東京来てから2年近く経つけど傘使ってないわ。もう持たないことが増えたかもしれへん。旅行行っても昔はさ、服とかがっつりスーツケースに貯めてったけど、最悪一旦行って服買えばよくねみたいなマインドになった。旅行行った時現地で服買うわ。そのまま持って帰ってきて古い服捨ててみたいな感じで入れ替えていくみたいな。普段俺これで生活してんだけど、これで沖縄行ったもん、そのまま。マジ？中身何も変えずに。まあ、同じくこれで行くからな、大阪。充電器は俺持ち歩くから。それもな、チャージスポットあるから別に行けるで。不便、普通に。充電コードあった方がいい。デザリングだるいから俺 iPhone とパソコン絶対繋ぐんだよ。デザリングだるくない？繋がるまで時間かかるし。それで旅行行く時の決め事がだいぶ減った。ここのホテルに泊まろうみたいなのも事前に決めていってるけど、昔当日適当に見てちょっと高いけどこれでええやみたいな感じの戦い方になったから、すごいストレスが減った。
女遊びが金でストップされなくなった。それはあるな。ラブホ代とかも高いじゃん。高い。女の子だったら飲みもおごんなきゃいけないし、結構な出費よね、稼いでなかったら。大体どれぐらいなの、一般の人と遊ぶってなったら。青くん使う額一晩5万ぐらいじゃないかな。5万で済む。飯おごって2人で2万。食うからや、まず飯が。同じぐらいの価格帯のとこ行っても3万円で、二次会のバーとかで2人で1万5000ぐらい。それも2ぐらいよ。でればホテル1号ぐらいじゃん。だから俺もなんか結構長いことも女遊びしてないから。最近ホテル代高いで。これはちょっと良くないことやねんけど、食べたいなって思ったものをとりあえず全種類頼んで、ちょっとずつ美味しいなって思って残してしまうことが増えた。林さんとかとさ、カフェ行くとさ、ハンバーグ食べたい、オムライス食べたい、パスタ食べたいとかでさ、全部頼んで全部一口ずつ食べて終わるんだよ。もう良くない。良くない。良くない。一般的にね。それで言うと、昔やったらお寿司普通に頼んでんけど、最近はご飯ちっちゃめでって言って、その分 1.5 倍関数食べるみたいな。あと回転寿司で100円皿じゃないもの食えるようになったわ。おー、回転寿司とか行く。逆に大学生の頃、稼ぎ始めたばっかの頃は友達と行くから、稼ぐ前の頃は100円皿しか取らなかったよ。もう選択肢の中に入んないね、100円皿以外が。だけど月収100万超えるようになってから全てが選択肢になった。それで言うと、タバのラテを頼めるようになった。昔は一番安いローストコーヒーみたいなやつで、しかもレシート見せるともう一杯100円で頼めるみたいなやつしか頼んなかったんけど、それちゃんと頼めるようになったな。あとUber Eats のオルックル使うようになったね。コンビニとか行くのもめんどくさいから Uber Eats も最近。ポカリスエットとか頼むわ。薬局ですら最近 Uber Eats で頼んじゃうもん。鼻炎の薬欲しいなって思ったら届けてもらったりする、ね、ウーバーマジ便利。ウーバーイーツでキャバ嬢とかさ、デリバリーできるんならへんのかな。パトパト有料女遊び、パトとかキャバクラとか、そういうのとも月収100万ぐらいからできるんじゃない。100じゃパトきつくない。月1ぐらいだったらいけんじゃない。月1やってもって感じやんな。月1でめっちゃいい子いたってなって、次呼ぶのじゃあ1ヶ月後ですかって言うとさ、世の中の男性って意外とパトとかキャバクラとかで可愛い女と話してるだけで楽しめるからね。俺ら結構それ楽しめないタイプじゃん。パトとかキャバクラに対して毎日行くっていう前提はちょっと我々界隈だけの特殊例。まあ毎日行ってないで、やるとしたら毎日みたいな感じになるじゃん。月1たしなむみたいな人は聞いたことないもんね、周りでね。好きやったら毎日やるし、好きじゃないんだったらやらない。選択肢がある状態だよね。だから別にキャバクラなんて月に1回の楽しみとか、なんか多くて週に1回みたいな人が多いらしい。俺らみたいになんかハマったら毎日行くみたいなのだいぶ珍しい。それで言うと、有料女遊びみたいなのに慣れてしまったから、5万払って2時間楽しむみたいなプレイになるわけや。だったらゲームとかそういう楽しみコンテンツに対する期待値がすごく下がった。5000円で10時間も遊べたら最高やね。昔やったら100時間遊び尽くせるコンテンツじゃないと損やって思ってたけど、ゲームとかで10時間も潰せたらラッキーみたいな感じになるから、娯楽コンテンツに対するハードルが下がっていった。それで言うとね、欲しいゲームマジでノールックで買うようになった。欲しいゲーム買うんだけど、それこそ5000の重みが小さいから飽きるのが早い。喋り尽くさなってなんないね。マジだから3時間ぐらいやって、あーこんな感じねみたいな、一生開かんみたいな。なるね。ポケモンとか最後までクリアできひんもんな。あれね、不思議よな。だそれがいわゆる林さんとかがご飯を残すロジックなんじゃん。まあこんなもんねっていう、まあ、ご飯はでもまた別だよ、ね、倫理的にね。そう、倫理的に。ゲームはね、別にそれでなんかないじゃん。一緒ちゃう。どう、データだからね、ゲームは。ご飯はやっぱその命もあるし。いいこと言うよ。どうしたのそんな急に。あとアフガキね、アフガキ。何それ。アフリカのガキ。アフガキのこと考えると、アクはね、残す派じゃないもんな。食べて吐く派やもんな。医者やって。あとはちょっと高くてもいいから融通聞いたりとか、時間的な自由がある方を選択肢としてやる。最近もフリーランスの美容師の人がいるけど、もう料金倍でいいから深夜切ってみたいなことを言っちゃったりとか、料金 1.5 倍でいいから深夜の撮影お願いみたいなことを言っちゃったりする。パーソナルトレーナーとかも2時とかに呼ぶ。マジごめん。お金で解決できること多いよね。お金があって幸せになることはないけど、便利にはなるから。そう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 、家事代行とかまさにそうやもんね。月収100万ってのはかなり生活変わる一つのラインだよね。何もない人が月収100万稼ごうと思ったら何から始めたらいいの。やっぱマーケティング勉強することじゃん。全部にマーケティングが通ずるからね。何やるにしてもマーケティング知識ってのは必須ですから。マーケティングを必ず勉強してください。マーケティング勉強したかったら概要欄にあるサカンダーのマーケティングメールを読んでみてください。はい、リンクをクリックしてメールアドレスに入力して送信ボタンを押していただけたら、毎日毎日メールが届くので毎日毎日読んでください。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。